今日は小道具の鼓に紐をかけます。調べと言いますが、この調べをかけていきます。見本はこんな感じで、本物の鼓のかけ方を習ってきましたので、まずはご覧ください。鼓です。この紐のことを調べと言います。で、縦にジグザグしてるのを縦調べ、ここに横にくるくるくるっと巻いてあるのを横調べと言います。ここにあるこのこじめをほどきます。横調べの結び目ほどきます。横調べがなくなるとすっきり鼓がこんな感じでただのジグザグだけになりました。真ん中の胴が出て、これ鼓の真ん中だけ、胴だけです。中はこうしてくり抜かれてます。縦調べと横調べの違い、あ、ふさが両方ふさふさになっているのがどっち？横調べ、横調べは両方ふさふさ、縦調べは片っぽがふさじゃなくって片っぽだけがふさふさ、こっちが横、こっちが縦だそうです。知らなかった、完成。そして、はい、ちょっと待ってね、ここに乗っかりました。ちなみに小道具だともう工具がくっついた状態で作ってありますので、こういう状態のものが小道具になってるんですが、実際には離れます。はい、いいですか？はい、はい、皮が下からふさふさじゃない方が入れやすいっていうことですね、うんうん、そうそうそう、だから古風になってるんだと思う。これナイロンのだけど、うん、ナイロンじゃない、普通の私たちが使うのもそうなってます。なるほど、うん、シュッシュって通した、あ、なんか謎のことやりました。今ちょっと待ってください、ちょっと待って、もう一回戻って待って、同じことするから。でも最初が肝心。下から入れて、でそしてほら、そこでなんかまっすぐ抜いてないじゃないですか。そこで、ここで下から入れた時に、こっち、普通こっちに出すでしょ、次こっちだから、それを向こうに出すのね、うん、かける、向こうに出して、下から上に入れて、これもかけるの、これはまっすぐ入れるでしょ、入れる、かけるでしょ、あー、かける、通すんだ、そして下から入れた時にかけちゃう、かけちゃう、なるほど、常にかけて、ここのとこがねじっとなってると、そうねじっと、上もねじっとなってると、ねじねじしながらかけていくと、送ってます、送ってる、あ、ちょっとずつね、そう、あの適当にやると右と左の長さが違っちゃうので、最終的に出来上がるところの余った紐の長さが同じくらいになるようにっていうことですよね。そうです。今最後下から入れて上に出してかぐらせたら、これで一周しました。はい、一周しました。はい、一周した時に、あ、そうですね、最初の紐もくるがせないと、で、こことここで出来上がったけど、長さが、この余ったところの長さが違うから、
ぐにょぐにょ送って余った紐の長さを調節していると、はい、そうするとここでこの上で結局この長さっていうのはここでじゃなくて上の長さ、上のところの長さが同じになるようになるんですね、うん、この辺でやったら長さ違いますもんね、うん、上で、上の長さが上っていうか上の裏、裏側、あ、こっちが裏、裏、打つ方は表、表、表が下、表が今下、打つ方が下になっています。で裏のところで長さがビヨーン同じくらい、この長さがこっちの裏で同じくらいの長さに余すように調整しました。はい、あ、ちょっと今くるりんって回してかけます。ちょっと待って、ちょっと待って、ゆっくりゆっくり、ちょっと待って、あ、今もうかかっちゃった、大丈夫、大丈夫、これ今まだ最後かかってねじってこっちが来てるだけ、こっちが裏、同じ長さが余ってて、ぎゅっかけて結ぶ、結ばさりました、こっち側で蝶々結びで結ばさりました、なんかかけて結ばっちゃった、うん、今度は横しらぶ、横しらぶ、はい、今度今ギザギザギザってできたので横に通す、長さを合わせて2つ折りにして、どこにかけるんですか、今ここ結んだところの対角線、対角線側、ちょうど対角線が済んだ、ぐるりと回して全部に回して戻ってきた、戻ってきた、はい、まず右が上から来てる、右が、はい、で対角線のそうところにかけて、内側からかけて下に通して、下に通して間に入れる、間に入れる、下がこっちも今度は下に通す、 下から出てくるからかけたね、下から出てくるから下をかけて上にして、間から出る、これだけ、これだけ、意味が分からない、意味不明です。でくるってしたらここで、どこどこ、今なんかここくぐらせた、これが邪魔でくぐらせた場所がわからなかった、くぐらしてない、ただ来ただけ、そう、くるんってくるんってした、はい、だけ、うん、でここで長さを、長さを大体合わせ、合わせて後ろで交差する、縛る、へえ笑う謎の笑い、縛る、で、あとは蝶々結びにして玉結びにすると、玉結びということを、小道具で真似っこできるかな、うん、始めに通して、この縦横調べがこれ動くから、あ、これをいい感じね、はい、うん、ありがとうございました、どういたしまして、下から上に出して一回かけて、かけて、でこっち
できました。こんな感じです。いいよー。